東京都は新型コロナウイルスの感染状況の警戒レベルについて4段階の最高レベルに引き上げる検討をしていることが関係者への取材で分かりました。検査数もこのところまたさらに増えてきております。新型の分析を待ちたいと思います。都内の感染者は今月に入り増加傾向で1週間を平均した1日あたりの感染者数は300人を超えています。 都の感染状況を分析する専門家は警戒レベルを現在の3段階目から最も深刻な感染が拡大しているに引き上げる検討をしているということです。今日の数値なども見て、明日最終判断をします。これを受けて、小池知事は改めて感染対策の徹底を呼びかける方針です。